ザクラッシュ、ザクラッシュ、ザクラッシュは1976年から1986年にかけて活動したイングランド出身のパンクロックバンド、セックスピストルズと並んで最も成功したパンクバンドの一つであり、また時代を象徴するロックバンドでもある。デビューアルバムは典型的なパンクだったが、徐々にレゲエア・ダブ、ゴスペル、ホーク、R&B、ロカビリー、 ジャズ、スカ、カリプソといった様々な音楽的要素を取り入れ、ついに3作目、ロンドンコーリングでは独自の個性を確立、シーンに大きな影響を与えた。また、ステージ上での激しいパフォーマンスも人々に記憶されている。ローリングストーン氏の選ぶ歴史上最も偉大な100組のアーティストにおいて第28位。1975年、ミック・ジョーンズは、 ロンドン SS というバンドで活動し、マネージャーは後に、クラッシュのマネージャーになるバーン・ニー・ローズであった。ロンドン SS のボーカリストのオーディションに、ポール・シムノーンが参加し、ジョーンズと知り合う。一方、ジョー・ストラマーはそこそこ人気のあった、パブロックバンド、101アーズのボーリストとして活動していた。1976年、ロンドン SS は解散。 バーニー・ローズは引き続きジョーンズのマネージャーを務め、新たにバンドを結成すべく、ジョーンズと格作する。同年2月にピストルズを見て、衝撃を受けたジョーンズは、ピストルズと同じ方向性を目指すことを決意。ギターを全く弾けなかった、シムノンに声をかけ、ギターよりも簡単なベースの担当とし、ボーカリストを本格的に探し始める。ほどなくして、101アーズの演奏を見て、 ストラマーを気に入った三人は終演後にストラマーを呼び出し101アーズをやめて自分たちのバンドに参加しないかと打診。48時間以内に返事をするよう言い残して立ち去るも最初の24時間でストラマーが参加することを決断しクラッシュが誕生することとなる。同年7月4日ピストルズと共にシェフィールドのホワイトスワンで初ライブを行う。 1977年1月25日、CBS レコードと契約する。なお、契約当時にはすでにギターのキース・レビンは解雇、ドラムのテリー・チャイムズは脱退しており、契約後に、正式メンバーとして、ドラムのトッパー・ヒードンが加入する。イギリスにおいては、ファーストアルバム、白いボードから非常に高い人気を獲得する。その後、クラッシュは、音楽性の幅を広げ、 他のパンクバンドとは一線を画した作品をリリースすることになる。サードアルバムで2枚組のロンドンコーリングではアメリカでも広く知られるようになり、今までパンクをこき下ろしてきたイギリスの音楽批評誌にも絶賛されることとなる。フォースには3枚組の意欲作、サンディニスタを発表。本国だけではなく、アメリカでも時代を担うバンドの一つとしての評価を確立する。 しかし1982年アルバムコンバットロック発売前にバーニー・ローズの発案で話題作りのためストラマーが失踪。このことがきっかけとなりメンバー間に不協和が生まれ、コンバットロック発売直前にトッパー・ヒードンがヘロイン中毒により脱退。1983年3月28日にカリフォルニア州サンバーナーディーノで開催された。 U.S. フェスティバルを最後にジョーンズグループを首になってしまう。ストラマーとシムノーンは新メンバー3人を迎えた新体制で再出発を図るが発表したアルバムカットザ・クラップはメディア、ファン両者の支持を得られず結局バンドは解散する。2002年11月にロックの電動入りが発表された。新たに電動入りしたミュージシャンは 受賞式で数曲演奏するのが慣例であり、クラッシュも、ストラマー、ジョーンズ、シムノン、ヒードンの4人で再結成することが検討されたが、シムノンが、チケットが2500ドルもするような、普通のファンが来られない場所で再結成するのは嫌だと、拒否。シムノンには、代理を立てる方向で調整が進められていたが、その、矢先に、ストラマーが、2002年12月22日に、 サマセット州、ブルームフィールドの自宅で、心臓発作により死去。結局、再結成は実現しなかったが、残されたメンバーは、再結成しなくてよかったと後に語っている。翌年3月の受賞式には、ジョーンズとシムノン、テリー・チャイムズが出席した。プレゼンターは、U2 のジエッジ。彼らは、その活動当初から、音楽の才能と歌詞で、 他のパンクロックバンドとは一線を隠す存在であった。また彼らはデビュー当時から早くもその発言、ファッションをセンセーショナルに受け止められたバンドであった。初期は金銭面でのやりくりに苦労した。初期の写真に多く見られる文字入りジャケットは車用の塗装スプレーを使い自作したものである。ストラマーは労働階級出身者の多いパンクバンドの メンバー中では珍しく外交官の息子であり、中3階級出身であるが、父親と同じエリートの道を歩まず、音楽を志す傍らで、墓掘り妊婦をしたり、失業手当をもらうなど、苦しい生活を送っていた。クラッシュは、音楽性が多岐にわたるバンドであり、同時に政治的姿勢を明確にしたイギリスで、最初のバンドであった。ストラマーとジョーンズによって書かれた歌詞は、 情熱的かつ左翼的政治主張を強く意識した非常に主張性、論子性の強いもので彼らの楽曲は社会腐敗、失業問題、人種差別、警察の横暴、政治的、社会的抑圧や軍国主義に対して強烈な批判を得、時には性に対して言及することもあった。また彼はアンチナチリーグやロックアゲエンストレイシズムといった活動へも 積極的に参加し、パンクロックを超えた社会運動を作り出た。ロンドンでは、英連邦に所属した地域のマイノリティが貧困の中に生活していた。ジャマイカからの移民もマイノリティの一つとして、ロンドン市内にコミュニティを形成していた。不況、失業、社会の不平等を音楽を通じて表現していた、クラッシュは日曜ごとに集まるカリブ系移民のコミュニティに呼応し、 しばしば活動を共にした。この活動がレゲエに傾倒していくきっかけになった。労働組合活動、学生運動と共に民族的マイノリティの活動は警察権力からの弾圧を受けることがあり、クラッシュも弾圧の現場に弱者の立場として関わっており、このことがクラッシュの国家との対決姿勢を色、濃くさせている。他のミュージシャンへの影響も非常に大きく、 ジェネレーション X をはじめとする、同時代のパンクロックバンドのみならず、U2 やニルバーナ、レイジ・アゲンスト・ザ・マシーン、デッド、ホット・チリ・ペッパーズ、クリーン・デイといったミュージシャンにも影響を与えている。また、ヒップ・ホップミュージシャンのパブリック・エナミーも大きな影響を受けたミュージシャンに、クラッシュの名前を挙げている。さらに、1980年代、90年代の、 ガレージロックブームにも彼らの影響があると言える。彼らの代表曲の一つである i4 とザローは2003年まで日産エクストレイルの CM 曲として使われており、日本でも知名度が高い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。